はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病以外になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、誰でも実践できる科学的根拠に基づいた痩せれるであろう食事のお話でございます。まあ、本題に入る前にですね、全く関係ない話になるんですけども、まずちょっと最初に皆さんにね、聞いたことがありまして、ちょっとね、字幕について皆さん教えてほしいんですけども、字幕っていります？今そのね、実験的にその黒の字幕に変えてるんですよ。こうね、まあ、以前までの字幕はね、強調するためというかね、その分かりやすくするためにそのピンク色にしてたんですよ。でちなみに僕が動画に字幕をつけてたの理由がありまして、僕めっちゃ大阪弁でしょ。関西の人らやったらいけますけども、その他の地域の人らはね、その大阪弁って字幕なかったらね、聞き取られへんというか、独特のその言葉を使うと思うんで、何言ってるかわからん時とかありません？こうテンション上がってきたら早口になるし、その余計に何言ってるかわからんこととかになるでしょ。なんで字幕をつけてたんですけどもね、皆さんどうですかね。まあ、ね、今でこそね、そのテレビで大阪弁というか関西弁をね、喋る芸能人やお笑い芸人の方々がね、いらっしゃるので、まあそれなりに浸透してますけども、まあ、ニュースやったらね、宮根さんもめっちゃ関西弁やしね、まあ、その方たちとね、僕みたいな素人がね、肩を並べるのはね、おこがましいですけども、まあ、実際のところどうなんかなってね、皆さんにね、聞き取れてるんかなってね、思ってます。まあね、その強調したいこととか、そのなんていうんですか、病気の話でね、今後もとか、まあ、以前もね、前からずっと病気の話とかしてますけども、その難しい言葉がね、並ぶときはね、つけますけども、字幕つけますけども、よかったらね、皆さんのコメント欄でね、教えてください。まあ、あってもいなくても構えへん、どうでもええわ、的な感じでね、よろしくお願いします。できたらね、大阪弁でね、よかったらコメント返してみてください。さて、今日のお話なんですけどもね、その痩せれたのは、食生活が知らんうちに科学的根拠に基づいてたっていうお話なんです。と言いますのも、調べるまではわからんかったんですけども、科学的根拠で痩せてたんや、基づいてたんやってなりました。これはね、僕が知らんうちにね、世界中の科学者が実験して証明してることをやってただけでした。まあね、知ってる人はね、それ痩せるわんやっていう内容でね、まあ、結果的に気がつけば痩せてたって言ってもいいぐらいでのことやったみたいなんです。なのでね、皆さんも参考にしてもらえたらね、痩せれるかもしれませんので、ぜひ最後までね、お聞きください。まあ、ズバリ言いますとですね、野菜の食べる量をね、増やしたことですわ。野菜の食べる量をね、増やしたことによってですね、まあ、気がつけば、ビーガンの人らやベジタリアンの人らとね、同じような体の作用がね、働いてくれてたことに、ね、なってきました。まあ、ビーガンとね、ベジタリアンはね、共通していることはね、その野菜中心の生活を送っている人たちのことをそう呼びますよね。では、それぞれどう違うのかと言いますとですね、まあ、簡単に言いますとね、ベジタリアンは肉や魚を食べません。ビーガンは肉や魚を食べないのに加えて、卵、乳製品、蜂蜜も食べません。違いわかりますか？簡単ですよね。ベジタリアンは肉や魚を食べません。ビーガンは肉や魚、卵、乳製品、蜂蜜も食べません。まあ、ちょっと簡単に言い過ぎましたけども、実はベジタリアンの中にもね、種類がありまして、ラクトベジタリアン、植物性食品と、乳製品は食べる。ラクトオポベジタリアン、植物性食品と、乳製品と卵は食べる。で、ペスコベジタリアン、植物性食品と、卵、魚、乳製品は食べる。といったように3つがね、ベジタリアンの中で、ね、あるようです。まあ、それに対してね、ビーガンは完全菜食主義者なんですわ。ほんまに野菜だけですね。まあ、野菜というか木の実とかね、まあ、リンゴとかもそうですよね。動物性のものはね、食べないしね、その動物からこう剥ぎ取った革で作ったコートとかって、革ジャンとかってもそうですけどもね、その革のバッグとかもね、そんなもんね、絶対持たへんらしいですわ。まあ、そんな人らの体はね、その塩分摂取量のね、高くなってしまう加工肉とか、合成着色料、化学、ね、調味料とかなどね、使いまくってるその加工食品っていうんですか、あとね、そのファーストフードとかの、まあ、いわゆるその体に悪いと言われている食品をね、食べないので、まあ、自然とそれらが原因でこう引き起こしてしまう病気とかあるじゃないですか。そんなになりにくい体になりますよね。健康的ですよね、すごいね。
しかしね、肉を食べないことがね、体にいいっていうことではなくてですね、肉からしか摂取できない栄養素もあります。まあ、有名なところをね、挙げるとですとね、そのまあビタミン12がね、肉からその摂取しやすいので、ね、これは食べた方がいいと思うんですよ。まあ、そしてね、お肉を食べたことによってその栄養の吸収の仕方とかね、変わってくるそうなんです。野菜と一緒に食べた、お肉一緒に食べた、でそれが合わさって体にこう吸収されやすいみたいなことも体では起こっているようなんですよ。なのでね、そのお肉から動物性タンパク質もね、糖質、最近糖質ブームでね、そのなんていうんですか、悪者になってしまった後、炭水化物があるじゃないですか。そんなもう結果的にバランスよく食べないといけないということなんですよ。まあでもお肉に関してはね、その例えば宗教的な考えとか、ね、思考ですね、まあ、それで食べたらあかんっていう人らもいているので、あのまあそれはね、あの心の、その方たちの心のね、あのことなので、誰も何もね言えませんけどもね。まあ、しかしね、僕はね、まあ、そうではないので、まあ、お肉もね、しっかりとねバランスよく食べるようにねしています。というかね、まあ、あれこれ食べる食べへんとかって言ってたらね、その痩せるということとかよりも、その大切なね、体の病気をね治すことの方がね、僕にとって今大事なんで、まあ、糖尿病なんですけどもね。まあ、なので、まあ、何でも食べなあかんわけですわ。そしてその野菜なんですけどもね、野菜は食物繊維が豊富ですよね。で、食物繊維は脳に働きかけてくれて、食欲をダイレクトに抑えてくれる効果が、ね、あるとね、分かっています。今の科学の技術、科学の発展でね。で、食物繊維を食べることによって痩せるということは、さまざまな実験でも結果が出てるらしいんですよ。で、食物繊維はこう腸内細菌の、ね、餌になるので、大腸で食物繊維が消化されて、短鎖脂肪酸が、ね、それのスサンというものが出ます。で、このスサンっていうのがですね、脳の働きかけでですね、食欲を抑えているのではないかと言われています。すごいですよね、こう野菜がね、食欲をね抑えてくれてるんですよ。でもそんなビーガン、ベジタリアンの良さを取り入れることでね、まあ、取り入れてたってことになってたんですけども、そのまま野菜の摂取量が増えたっていうのと、これは技術的に増やしたんで増えてました。で加工食品を食べなくなった、まあ、加工食品に関しては口内炎とか口の粘膜障害でね、味覚障害もあるんで、味の濃いものは食べられへん、味付けがねすごいコテコテなものとかを食べてしまうとですね、粘膜が染みて痛い、舌がヒリヒリする、激痛が走って食べられへんから、もともとその加工したものっていうのはもう食べてなくなったんですよ。そこもね、ビーガンさんやそのベジタリアンさんとの、ね、考え方とね一緒やなっていうふうにね思いましたね。まあね、病院からね痩せなさいと言われてですね、食事を見直すようになって、まあ、見直すようになってというか、その食事を見直し始めてから半年以上か、でももう8ヶ月ぐらいは経ってるんですよ。で、先月のね、その通院でね、ようやくその管理栄養士さんにね、食事方法に関してのアドバイスをね、いただいたっていうのもあってですね、まあ、それを実践して、ようやく、もうなんかようやくっていうね、でもようやく糖尿病予備軍のね、一軍からね、抜け出すことができたので、まあ、これからもね、しっかりね、野菜を食べまくってたら、結果的に痩せてた生活っていうのをね、続けていきます。バランスよくね、何でもね、食べていきます。もちろんその、タンパク質もね、炭水化物もね、食べていきますよ。炭水化物はお米ですね。その管理栄養士さんが言うには、お米って、しっかりね、炭水化物の栄養を取らなあかんってね言ってました。その1日の食事に対しての 50% とか、50% から 60% は炭水化物で、の量を食べなさいって言ってましたね。だから例えば1日でね、1キロね、朝昼晩合わせて1キロの食事量やったら 500g はお米っていう風な感じがね、一番バランスいいって言ってました。で、あとの 500g か、あとの 500g っていうのは魚、肉、野菜、キノコとかね、あとはまあ健康ね、普通の言ってた調味料とかも合わせたんですけど、それで500で合わせて1キロ、1日ですよ。だからね、1日の朝昼晩食べるんだったら、朝の 50% ご飯かパンで、朝のその 50% はおかずとかね、で昼もその 50% ご飯
50% おかずで、夜も 50% ご飯 50% おかずっていう風にしていくと、一番バランスよく体にいい今の日本人の、現代を生きている日本人の食生活において一番栄養が吸収できて健康的な体になれますっていうようなことを教えてもらったんで、それをねしっかり実践していきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。